ームはニンニクマシマシレホシャトーヒチョンハルカです。本日の企画はヒロアイラクゲーム。ヒロアイラクご存知でしょうか？はい、はい、なんか企画でも 3,4 回ぐらいしてる、知ってますね。1回やったことあるはるか、プリクラでやってますね。でもなんか分からんの、ラクとキの違いがね。でソルちゃんは、ソルちゃんはまあよく分かる、そこら辺はねちょっと似てるって感じは。して、はい、キを表現してください。じゃダメだこれは。でもプリクラでやったからさ、いけると思う。ちょっと行き先は不安なんですけど、とりあえず私たちは今から喜怒哀楽って書いてあるカードを引きます。1人1枚、はい、その感情にのっとった上でいろいろなゲームをしていきます。だからどんだけ楽しくても悲しいを引いた人は、って言わなきゃいけないし、どんだけ嬉しくても怒ってる人は怒んなきゃいけないみたいな、そういう感じのゲームになっております。はい、じゃあ始めていきましょう。ボンボン。せーの、ドン。わあ。え、これみんなに見せていいの？はい。わかる？本当に。これ分からん。違いが分かんないよ。え、違いがなくても自分が思うやつをやればいい。じゃあやっていきますか。はい。じゃあ今から皆様感情をオンにしてくださいね。お前らふざけんじゃねえよ、マジで。絶対勝ったからふざけんなよ。勝つよ。やってきたー。いやいや、嬉しいな。ふざけんなし。なんで喜んでる人さんにいんの？楽しいの？静かにやれよ。はい。やったー。いくよ。刺しまーす。せーの。行くぞ行くぞー。マジで言ってない。あ、止めたらイエーイ。じゃあ、行っちゃうよ。行っちゃうね。おー、飛ばねんだよ。よし、私行っちゃうからやな。3、3、2、2、1、1、イエーイ。飛ばねんだよ。楽しい。やったやった。嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな。飛ばなかった。イエーイ。飛ばせよ早く。飛ばすわ。ごめん、飛ばなかった。飛ばせよ早く。飛ばせ飛ばせ。飛んだ。飛ばせよ早く。やったー。飛んだ。飛んだ。ひーちゃんと何キャラ？一旦見るとですね、私ずっと怒ってたんです。怒ってたんです。分かりやすかったです。ひー、今喜んでたんで合ってます。楽しんでたんで楽です。はい、あなた悲しみです。感じであるでしょ。感じ見たらわかる？泣くかと思った。何泣くって。じゃあ、喜怒哀楽の説明も終わったところで、やっとだよ。やっとね。やっと。次は、ババ抜きしましょう。おー。行こう。バカでかしいんだよね、ほんとに。さすが YouTuber。おかしいんだけど。ほう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 。どう？はい。喜楽。イエーイ！早く配ってよ。楽しいあげー。じゃあはるかから踊りなさい。こっち全部見えてんだよ。隠しやがれ。見えてしもた。こいつ見た。中身見てないです。学校のやつ見てない。ランプしたくないんだけど。揃った。早い。ソルちゃんあと2枚なんですけど。ソルちゃんもうちょっと筋肉痛になるって。イエーイ。超簡単。あーなんだバカ。超簡単。イエーイ。あんたら聞かせろマジで。ねえ揃ったし、ふざけんなよ。寄せやがってよ。ふざけんなよ。早くさっさとやれよ。待ってる時間もったいないだろ。どっちかがジョッカーですわ。どうしたらいいのでしょうか。ジョーカー引いてよ。私どうしたらいいのでしょうか。こっちジョーカー引いてくれよ。よっしゃー、イエーイ。ジョーカー、ジョーカー引いてよ。あー、やっとなった。楽しくない。はい、なんでどうだ。喜怒楽愛。じゃあ続いてのゲームは、はい、ワードウルフをやっていきたいと思います。始まりました。じゃあ私からいっていいですか。ありがとう。はよ、見て。覚えた。ありがとう。覚えたわ。こんな、こんやろう。この人絶対怒る、向いてなくない？
するわ。好きじゃないけどな。メールですか？あれメール。何ですか？メールだよ。うまい。メールだマジ。何よ、うまい。向いてないな。この人向いてない。いやだ、顔全然じゃない。あ、もう早くはね。あ、間違えた。あのね。普通です。嫌いとかじゃないんだ。でもたまに食べたくない。嫌いだと思ってた。嫌いでも絶対嫌いやろ。オートマオワールドウルフ。何て言ったらか分かんないけど嬉しい。それを言葉で表すとどんな言葉ですかなんて出すって。ピリ辛ピリ辛ピリ辛自分みたいなやつやな。誰だ。ピリ辛。ちょっと辛いんだ。次、それを漫画で例えるとしたら何ですか？どういったところがそう思いますか？漫画頑張ってない私頑張ってない。このメンバーの中で一番似合わない人は誰ですか？はるか、はい、みんな合ってるね。何でも一応やね、うん、あと合わせてるやろ。合わせてないです。メソメソして合わせてるやろ。違います。すぐちゃんが怒ってるの嬉しいな。もっと怒ってほしい。もっと怒ってほしい。うちくすに怒ってたのか。すぐ大丈夫です。ちょっとそんな指一歩一歩追ってた。どれだと思うか投票しますか？はい、どうしよう。待ってすんねん。せーの。なんでやねん。すずちゃん答えは？すずちゃん麻婆豆腐やわ。担々麺。担々麺。担々麺。はーい。やった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 やってくれた。これ何？みんな体力が限界だそうなので、あの私もです、もう無理です。私も本当にもう年取ってるやん。もう無理。もう疲れた。最後に誰が一番喜怒哀楽表すの上手かったかだけ投票して、喜怒哀楽クイーンという称号。めっちゃ色やしくない？喜怒哀楽クイーンの嫌じゃね。皆さん決まりましたか？はい、決まりました。はい、いきますよ。せーの。うちは、はるか。だからひーちゃんじゃ。なんでなんで変わった？ねえぱ。あ、じゃあひーちゃんです。なんでだよ。じゃあひーちゃん。なんでペパだろ、今の。今のパパったろ。なんでトランプ揃った時の。え、そう。いや、めっちゃ良かった。変えんなよ、変えんな、マジで。じゃあ変えんな。おめえら最初に刺したところあんだろ。ちょっと待って。私なんて途中から飽きてたし、私ではないのね。パーだよ、パー。パーが刺されただろ、二人に。ひーちゃん見たもんね。ひーちゃんでいいと思う。なんでだよ。会場の激しい、起伏が激しい、喜怒哀楽クイーン、おめでとう。全然嬉しくないんだけど。グダグダでしたが、喜怒哀楽ゲームをやっていきました。はい。はい、結構あの盛り上がるので体力が奪われますが、はい、面白いので、あのぜひ宅飲みとかでやってみてください。はい。今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。その動画が面白いなと思ったら、いいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。また明日の動画で会いましょう。